白子お疲れ様でした。お疲れ様でした。初めてのあざとくて何が悪いのいかがでしたか。いやもう楽しかったんですけど、まあ個人的にはちょっとほんまに岩倉やってくれたなお前恋愛上級者って思わせろよこいつ恋愛ポンコツのエピソードばっかり喋りやがって、廣中奈と田中みな実さんにはモテようと しようとしてたわからんかお前ちび社長が誰がちび社長やお前恋愛上級者って見られるチャンスやったんですよ今日。メディアでテレビで、まあ、恋愛キャラみたいなのつけたかったのにこいつがオープニングで全部バラしてる俺の恋愛下手なとこ今回田中さんと廣中さんのお二人と対峙してみていかがでした。いやーやっぱちょっと何ていうんですか、恋愛というジャンルにおいては本当強者でしたね。もう子供でした手のひらで遊ばれて最後の辺はもう罵られるだけやったんですけど、本当に何みたいな、なんかそれもすごい、なんか山里さんもいいお店のボーイみたいに見えてなんか延長したいなって思いました企画で今回あのいろんな人たちの恋愛で冷めた瞬間みたいなのがあったんですけど、いかがでしたか。すごかったな。思ってる前に確かにな、うん、私そんなくお姉ちゃんあてか結構確かに安心しました。もうこれ自分と感覚一緒やったら怖かったんですけど、ええー、みたいなびっくりするぐらいの発言やったんで、ああよかった自分はまだ恋愛できると思いましたさすがに私は思ったんですけど、まだめっちゃせいやさんやりそうだなっていうやつが、それめっちゃ分かった言ってよかったよ、一瞬言おうと思ったんですけど、いや俺もこう「おい何でこれ」とか言いながら俺やってまおうかと思って、絶対やると思ってバクッとしました